れた天気になりました。アルティメットカップ2回戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズのゲームです。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発菅野、マウンドに上がりました。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。1回の表スワローズの攻撃、バッターは石岡。さあゲームが始まろうとしています。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取りました。変化球空振り、バッターボックス福田、ツーアウトランナーありません。4球目は何で来るか。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃が始まります。ジャイアンツはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の平。さあジャイアンツ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。松原が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトから先制のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよね。バッターは2番に入っているオコエ。フォアボールのランナーが出ています。打ちました。バッターは3番坂本。ワンアウトになっています。先発ピッチャー平、そしてキャッチャーは宇佐美。空振り三振、ツーアウトになりました。バッターボックスは4番岡本。ツーアウトランナー1塁です。高めのボール、これはどうだ。まあここは際どいところも打っていきます。インコース打ちました、いい当たり、これはどうか。チャンスを広げてくれましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには6番の丸が入っています。うちのボール打った、これは上がりすぎたか。2回の表スワローズの攻撃、バッターボックス野村。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。ライト方向を流しました、詰まりながらもライトへ。5球目は何で来るか。フォアボールのランナーを出しました。ワンアウトから先制のランナーを出していきます。小宮山さんどうでしょう。打ちました、ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。0対0同点です。2回の裏7番から始まるジャイアンツの攻撃、バッターは長野。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で打ちました。さあこれで決まるのか。外れてフォアボール、ワンアウトから先制のランナーを出していきます。いやそうですね、これはねチャンスですよ。はい、そうですよ。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。いい当たり、これはどうだ。
打席には2番バッターオコエ。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあジャイアンツ先制のチャンスを迎えています。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。小宮山さん、犠牲フライを防ぐ一塁線。さあそしてバッターボックスには坂本が入ります。さあチャンスが続いていきます。まあここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。ここは内野は前進守備ですね。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。絶好の追加点のチャンス、三振でツーアウト。ランナーは変わらず三塁二塁です。逆方向へ打ち返したあたりはフェンスを越えていきました。いや速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、これが6球目。引っ張った、バッターは6番丸。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですがセンターフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さあ6球目は何か。ここも見送ってよく選びました。フォアボールです。得点圏にランナーを進めています。そうですね、ボールがよく見えてるんでしょうね。フォアボールで一塁に歩きます。次が6球目。打ちました。しかしこの回ジャイアンツ見事な攻撃でした。2回終わって5対0、ジャイアンツ先制です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、やはり長打は避けたいですから高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。8番バッター木浪、まずはワンアウトを取っています。結局フォアボール、ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そう。制球定まっていません。得点圏にランナーを進めています。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そう。ここでコーチが声をかけました。さあ注目しましょう。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。これが5球目。右方向、これは面白いところに飛んでいる。ここで声をかけました。さあ注目しましょう。もう次はボール球をどう。空振り、ここはランナーを変えさせません。試合終了。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。